お疲れ様です。今日はスライこちらメガナイトオールブレイカープリンス型ねやっていきます。さあここ最近メガナイトオールブレイカーがね、まあ、地味流行りしてて、こっちからプリンスが入ってない方の方がよく扱われてはいるんですが、まあ、プリンス型もね、はい、いますんで、まあ、今日はちょっとプリンス型、そして、ブラスターじゃないです、はい、珍しくプリンセスターの方でねやっていこうと思います。さあいやさあフォアやいきなり、さあ世界大会モンスターですね、化け物です、コウモリね。いやこれメガナイトオールブレイカーの可能性もあるけど、あーコウモリボンバーか、なんだろう、あージャイスキラーだなこれ。なんか何の枠だっけ、なんかの枠が、いい雪だな。ボンバーになったジャイスキラがね、アーチャーかな、多分アーチャーが抜かれてる気がする。さあちょっとだけ新しいジャイスキラね、まあ1枚変わってるだけですけど、まあプリンスでカツンすれば、うわーいいボンやな、うわ強っ、なんか射程意外と長いよな。いやーそれでこんな受けんのか、まあ、だいぶ嫌ではあるが、逆に相手これきつくない、陸これどうやって守っていくんだ、真ん中リトプリ、え熱い、スキラ防衛、まさかのなんか事故ってくんねえかなまさかのスキラ防衛、いやーうまいやん、そんな止まるっていうぐらい止まっちゃったな。さあジャイスキラか、まあなんかこのボンバーとかがだるいっすね、端前のボンがね2回に1回なんで待ってきます。まあ耐えですかね、一旦耐えてからですよね。でこのなんかオールブレーカー、メガネとオールブレーカーが今2種類あるんですけど、まあ俺的っていうか、まあ安牌なのはプリンス型かな、なんかプリンス型の方がデッキパワーはあるイメージがある。マジでボンバー恐ろしいな、お事故ってるでかい、いやちょっとでかいなこれ、ヤダメ使ったっしょ、えこのオールブレイカーめっちゃ強いぞ、そんな簡単に止まっちゃう、いやいや、おからの、えでかいそんな予定じゃなかったが、絶対どっちか来るからのジャイプラスのスキラだ、えさあまあスキルがあるんで、でザップを回して耐えか、いいね、さあエアーサーファーで勝っていく。まあプリンスなんかね結構事故ってくれるんで、勝手にその初心者とか、まあ、メガナイトを使いたいとか、まあんま普段オールブレイカー使ってないですとか、まあなんかトリマおすすめはやっぱプリンス型かな、こっちの方がやっぱデッキパワーがありますよね。最近ゴブリンドリルとかもね、そのボンバー強化によって増えてるんで、まあその辺にもメガナイトは強いしね。さあよろしく、ルーマニアゴッツ、何使ってんだろうな、大体も普通のタワーと、意外とブラスター減ったのかな、もしかしたら全然わかんないけど、ナイト、まあナイトは無限ですよね。おーさあナイトボンバーか、あエリ、おおえちょっと珍しい、あんま見ないな、あエリポンゴリやね、この感じエリポンゴリの顔してるっすね。いやープリンスもうちょっと残ったらでかかったがさ、でナイトボンバー進化なんで、何なんだろう、そのババとかはいないよね。いやーこれ、いやーちゃんと止めてくるか。でまあディガーはちょっとエリポンと戦うように残しとかないといけないんで、やべやばい、これ最強の位置のライドラが、でキングギドをねしたいな、
リーが残しとくって言ったんですけど、まあ、キンキに価値があります。まあこのリポンはシャアなしで雑に回して、いやこれやばいかな。いやまあでもこれ一時交換してくれんのか。うわこれ守れるかな。フルブッピーだこれやばいな。ちょっと待ってくれ。いやー鬼の許容したいな。まあ絶対取りに来るもんな。いやーこれグロいかな。いやーめちゃくちゃいいスケドラ来てる。けどライドルだけしばけたら熱い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 。いやこれなんとかならんか。ウォールブレイカーボーイ、え熱い、えウォールブレイカーボーイ来た、熱すぎる、耐えた。このなんかミリのクリプリンスもザイとかない。いや優秀すぎるそれ。やばいこれ、やばいか、落ちないもんな。うわーこれ守れねえな俺。もう一回リガーウォールブレイカーかますがみたいな。いやかますしかないっすね。いやさすがに守れないよね。無理よね無理よね無理よね。そうよね。さあ、いや惜しいな、惜しい惜しいな。意外と耐えたな。ウォールブレイカーの進化がねもったいない気もしたが、あれによって耐えれたんでね。防衛ウォールブレイカー地味に大事っすね。まあ地味に惜しくはあったか。さあデスはねスケラーですね。トルネのフリーズのスケラーをよく使ってるイメージがあるんですけど、まあ、ナイトアーチャー進化でボーラーとかが入ってるパターンもありますね。さあお見事、それだと思います。インドラとかもね、おいや全然ジャイスケラや、普通の全然普通のジャイスケラや。まあまあまあぼちぼちいいカウンターまだある。リトプリ強いんでね。さあ2発、いやーでかいでかいね。だいぶ許容するっすね相手。いやーまあここは出さずに行きますか。まあジャイは来ないんですけど、ガーディアンからのスケラみたいなパターンもあるし、ちょっとアドがね、エリアドがね。ではナイトいねえのかじゃ。シンプルジャイスケラ。まあリトプリでジャイプラススケラは結構守れるんで、これも強いな。この無理やり行ってここにヤナメとか使わせたいけど許容かな。いや熱い。だってリトプリコウモリも強いよ、ね、え、これなんかもうエグカウンターない。いやーメガナイトね一回ものすごい悩んだな。なんか進化アーチャーがそう来るんですよ。だから行かずにここで行く。いやでこのいるか怪しいザップが意外と良かったりもしちゃうんじゃない。でまあここにユキからのもう一枚ぐらいいるんじゃないこれ。ヤナメ使ったらさ進化コウモリも強いんで、内側でアーチャーの竹も取りながら、おいしょ、ニューリートプリの竹取っちゃった。うい気持ちいいね。なんかいい感じだったなドリマプリンスユーノが勝手にしんどそうでしたもんね。さあキング折れて終わりかな。おじいじいだな。
勝手にプリンスがなんかプレッシャー与えてくれるっすからね。進化コームでもよかったね。まあなんかディガー飛ばすのなんね、内側に基本飛ばしとくと手前内側、まあなんでも相手のウィザードとかリトプリとかアーチャーとか、まあ、ユーノのダッシュとかよくなんか受けれるんでおすすめではある。トリマー内側に飛ばしとけっていう。さあドリル、まあさすがに打つよな。ザップからのもう一枚くんの。おお、雪玉ね。雪玉なんだ。フリーズって名前ですけど、ゴブリンドリルにフリーズ入ってこないしな。まあ内側でたまたまこれファイスピとか来ても美味しいんでね。おお、テスラ好きか。プリンス今ちょっと刺さりそうですけど、そんなこともねえか。普通進化ボンバーか。まあゴブリンドリルにはゆっくり受けてから行っとけば。あ、ポイなんですね。ポイズン雪玉なんだな。なんかレアっすよね。なんか怖え。血巻削りが嫌すぎる。ボールブレーカーも一丁か。進化スケ進化ボンバーかな。え、おいしい、ラッキーからの、これプリンス出してボンバー誘ってもいいが。ああ、え、熱っいやー、なんかスケが強すぎるかな。いや、え、ごっついこれ神沢じゃね。しかもこのオルベが絶対止まんねえやん。おい、反応がね若さがねあったな今のザップは。まあ、ザップの良さってこれっすよね本当に。まあ、見てからでもいいし読みでもいけるしな。プリンス強えな。プリンスユーの陸が足んなくなる。カツン。さあプリンス型ブッサさんな。でも今日あれだね、ブラスターマジで来ないな。気づいたら減ってるっすね。あ、ルミナリーみたいな人やん。迫撃砲のトッププレイヤーじゃないですか。先来る。まあ、ディガーで竹取りながら。まあ適当に受けながらの、さあナイト縦線ね。まあ、スケドラとかもよくいるんじゃないですかこれ。よいしょ、延命してあげて。ナイト縦線ボンバーか。プリンスの通りはだいぶ悪いね。やめて。嫌だよ、ガゴ痛いよ。縦線も痛いかんな俺視点。縦線か。プリンスマジで取んねえな。あ、でも進化迫撃か進化ナイトか進化ボンバーわかんねえな。進化2枚どれなんだろう。なんかさ、前まで頭の上にさ紫色のピカーンみたいな、これが進化しますよみたいなのあったのに、なくなったよな。ないっすよね最近。あんのか。いやー、これリトプリ咲くとマジガゴ群れが吐きそうだな。いや2倍タイムになったらちょっと相手の方が強い気がするんだよな。いや強すぎるそれ。いやだからガゴ群れも最悪進化オールブレーカーで耐えれるの。まあ、持ってねえか。エコ熱くね。一発入んねんだな。延命してくんのね。え、偉いな、それ。やべ、これ、柳雨で終わっちゃう。もったいなすぎんの。
意外といいか。許容からの迫撃来るな。やべえ。この迫撃っすね。俺が耐えれるかどうか。え、なんかミスってる。熱い。いや、でも入るかそれ。うわー、痛すぎる。よし、しかもこれ竹やばい。待って、やばい。うわー、終わりますよね。いや、なんかまあこれ、これに関してはちょっときついか。普通になんか頑張りはしたんだけどな、頑張りはしたんだけどね、どれもきつかった。さあ、よっこエリゴレじゃないですかこれ。スケコウモリリポンエリゴレ。いや、マジでそうだな。ハズレです。ダクネエリディが欲しい。まあエリポンだけしばければ一旦は許されはするね。いや、来るか。いや、でもこれさ、ちょっと美味しくね。いや、これどっちを対応するのが正解なんす。え、ソウルコールさ、頑張りすぎだろ。おいおいおい、マジかよ。そんな入る予定じゃねかったんだけど。進化スケマ、これスケ咲いたら陸が地味にないとかない。いや、なんかカビゴンみたいなの出てきた。最悪だ。やべ、終わる。いや、終わる。絶対終わる。マジで終わる。絶望すぎる。いや、一応なんかおもろい体はある。いやー、まあ耐えれてねえな。やべえな、これ。エリゴレに負けんの。高回転チンプ。ツイッターでちょっと問題になってたんだよな。海外プレイヤーが、このデッキは終わってますっつって。このデッキを使うやつはもう、丸々でどうやらで、本当にやばいですっつって。いや、マジで。審判の鏡。終わった。マジで終わった。最悪だ。やばすぎる。終わる。終わってる。え、何これ。エリゴレか。エリゴレって使ってるときめちゃんこ楽しいんだけどね、使われたらほんまつまんないっすよね。なんだこれ。ダクネってキャラ嫌いだしな、ほんまに。あーあーあああああ、どんだけエリクサーあっても俺のがきちいの意味わかんねえもんな。いやー、これもね、限界値、限界値。無理無理だな、無理。お、待って、カールルーベン来た。モサ今日いっぱい当たるっすね。ついな。さ、ホグだ。まあルーベンよくなんかモンクホグとか使うんでね。おお、まあ地味に熱いか。テスラアーチャーホグ、新しいな。こういうなんか自作ホグとかね、自作デッキ好きなんでね、ルベニキ。さあ、まあゆっくりいきますか。2倍タイム入れば俺の方が強いかな。まあ進化アーチャー、あー、マイティもいんのは安けどね。飛んでくるかな。あー、いや、うまいなそれ。
いやテスラ嫌だな、ほんまに硬すぎる。まあ耐えかな。ってことはもう一個の進化が、まあさすがに進化すけかな。まあ、マジワンチャンの進化アイスピもあるけど、でまあマイティ突破これ結構難しいんで、突破するというよりかは結構守り守りで頑張りたいけど、これ普通はクエイクですけど、まあライトニングだったり、まあ、フリーズの可能性もゼロじゃないですね。いやテスラ先置き禁止にしねあれマジ良くねえと思うんだよな。いやライトとか来たら怖すぎんな。いや2発やべえだろそれ。いやもうテスラ最強技やりやすすぎる、ほんまに嫌い。クロスやんほぼ。いやマイティ強いんだよ。ファイボさあドッキリファイボ来ましたね。多いな。ファイボなんすよね。いやーやだな。いや全然あるか、まだまだ。やべ、いや進化値強えな。いやでもファイボ、なんでファイボなんだろうな。何よ、救われてはいるが、いやマジアーチャー強すぎだろ。一生セパレートマシンや、硬すぎる。マイティねえんだよね、ここしかねえな。いやー強いというか相性悪くね無理だよな。何よ、絶対にホグ対決勝てないホグだったもんな。まあラバとかに負けたんだろうなっていうデッキにはなってた。お、熱い。え、おいしい。俺もなんか買った臭い、そんなやつ決まんねえかな。もうだって厳しいでしょっていう。え、その近畿やばくね。いやでもなんか、いやーいい防衛されんな。意外と耐えられたが、まあダメージとしてはでかいな。2000削ってるんでね。しかもメガニートくんも、まあ、リトプリガーディアンもあるんで、まあ、負け筋端前ボンバーだな。ロイホグからの端前ボンバー削り、まあ、進化助の事故。あれ？なんかニコス捨ててんな。さあメガニートがあるんで、まあ、無理せず行きますか。こういうのもね、メガネで出さなくていいよな。ゆっくり来ます、はい。ディガーカツカツで勝ちたい。暇すぎるんで、
まあ適当にカード回しして、いやちょっと怖いよな。これ近畿で金？いや痛いけど、痛いけどでかいんじゃない？許容か、うまいな。大砲？うい、ええぐ？それありなんていうぐらい入ったんやけど。普通に千七か入ったんかな今。え、やばすぎん今の。まあ、これが進化オールブレーカーみたいなとこあるか。え、まだやばいな。マジやばいよな。火力だけは一丁前なんでね。いや、ほんとこういうマッチングは素敵ですよね。まあ、ロイホグゴブリンドリルにはメガナイトはね、超強いよね。さあ、ナイス。さあ、よろしくねからの。いや、でもマジでブラスターじゃねえな、また。ゼロだな。ベビードロ？意外と珍しい。まあ、遅延スケラーぐらいにしかベビードラゴン今いないんですよね。え、なんなんやろ。なんかミスってね。言うのこれ2回。もう、たまにあれ2回頭突きするっすけどね。走ってトルネード剥がされた、走る。まあ、行ってから考えるか。事故りそうじゃね。まあ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 いいでしょう。まあ、近畿はされますね。まあされますがみたいな。もうこの時点で2000削れてんでね。一発？しかもこれブラスターじゃないのよかったな。ブラスターだとね、ほんまスケラ終わるっす。てかブラスター多すぎてスケラもちょっと多かったんでね。時代は普通にプリンセスタワー。一周回っちゃった。で、右盛られんのが嫌なので、まあ。今プリンスでもしまして、1800ね、削りたいね。さあこれ、まあディガーをメインとしてね。なんか相手事故ってね。コウモリはある。頑張って、ミスった俺。ミスってねえか。いやー、まあまあいい許容じゃねえこんな。どうなんだ。俺のベビドラがもうちょっと生きてくれたら。ああ、そのやばい、ボンバー強すぎる。え、ボンバー強すぎん。いやでも墓石壊れたんで、マジオールブレイカー終わりやね。言うのがさ、2連で1700です、おめでとう。進化オールブレイカー強いし、言うの強いし、いいな。走るね今日。さあよろしく。また普通のタワーですね。ブラスターマジいなくなっちゃったな。 ISP、あー、この人 2.6 かもな。スケアイスピ進化じゃない？えぐー、フェイクね。まあでもこれスケ咲いてるから、意外となんか受けがきついとか見せかけてアイスピで。あー、お、え、熱くね、なんか事故りそうでね。え、ちょっと熱いか。え、絶対熱いなこれ。イケイケタイムだ。
え、やばい、その無理やり、でもなんか事故ってはいる。ウッドで1コス回したっすね、相手でけーさ。一撃3000、一撃1回の1回の攻めで、どういう一人や2コース振ってきた、これやばいねこれやばいね。こんななんかいいことある。いやー、まだ、え、でもこのスキャンも美味しくね。いや止まんのか。いやでもディガーがカツカツ頑張ってんの。いやさすがに勝ったんじゃねいやラッキーしてんな。やっぱ 2.6 億とかね、やっぱ1コス多いデッキ、高回転デッキは繊細なんでね、そういうミスが命取りではある。待った、もうおじいじいとかない、メガネで踏めばいいんかんな、これ今踏んじゃうよ。でファイボーもウッドも冴えたら進化大盛り許容か。あのマスキを苦手も仕留めたいです。でコウモリはみ出てるわ、熱いからのさあザップでマスキを仕留めて、コウモリ無双からのユニット追加でメガネとも止まらないよと。いやいいね、守って勝手にカウンターで気づいたら有利になってます。さあグッドゲーム。メガナイトルーカマジ好きすぎんな。というわけでこちらメガナイトルーカね、プリンス型ですね。はい、まあこっちの方も今流行ってるんですけど、まあこっちの方が使いやすいかなと思うので、皆さんもぜひお試しください。よければちゃんと動画もおっしゃってた、おっしゃってまたね。